食事のコントロールっていうのがもうほとんどやっぱりダイエットのもう全てを占めると言っても過言ではない。キュー、息吐いてストップ、アイラスを息止めないでよ、ラスト1回です、頑張って、10ストップ。やる気元気もゆるきチャンネル、イエーイよろしくお願いします。さあもうこれも見てる方にはご存知の高山田さんのジムに来ております。よろしくお願いします。というのもいよいよ長谷川さんが本気で痩せたいと、はい、お本気で痩せようかと、走るだけダイエットで1個も痩せずに来てしまいまして、フルマラソン走っても痩せなくて、はい、はい、なのでちょっと細くなった長谷川瑞希を見せたい、そうですね、という気持ちがただ我々だけではちょっとダイエットも不安やと、はい、いうことでどっかにいいパーソナルトレーナーはいないかと探しておったところ、あ、ちょうどいい方がしかも割と近くにいてるぞということで高山ラランさんを頼らせてもらいに来ました。ランチューバーもされてるけど本業はパーソナルトレーナー、もうもはやどっちが本業かあれですけど、そうです、基本もパーソナルトレーナーずっと来てますので、まあ自分の中では本職は完全にパーソナルトレーナーですね。なるほど、はい、ダイエットのご指導も数々されてこられた、してきました、もうずっと勤めてる時からダイエット指導はずっとしてきましたので、まあそもそもダイエットの、ね、仕組みがあるので、まあ、その仕組みというかやり方をしっかり抑えて、はい、それをしっかり続けていけば、はい、ダイエットもうまくいくかなと思いますので、まあ、そこを知らずにね我流でやってしまうとやっぱりリバウンドであったりとか、うん、なかなか体重が落ちないっていうふうになります。なるほど、まあ、そこを抑えるっていうのが何でも大事かなと思います。痩せるっていうこと自体が分からんなんか私マックスが70キロあった時があったんですよ、はいはい、でそっから気づいたら減ってたんですよ。なんで痩せたかは自分でも正直分かんなくて、で今でもまた痩せなくなったんですよ。強敵ですが頑張ります僕も私強敵なんですか話聞いてると強敵そうやなと。あんまり長期でやるというよりは短期の方がいいのかなと思っていまして、その辺もどうなんですか。例えばですね、もう1ヶ月で10キロとかってやってしまうと不可能ではないとは思うんですけど、その分体にストレスってすごくかける、ね、やっぱり現状から食事をすごく落としたりとか、例えば毎日10キロ以上走ったりとかもしないと思うんですけども、そんなに体に対するストレスがすごいので、やっぱそれでリバウンドの原因になってしまったりするんです。なのであまり無理なくっていうのが痩せた、体重が減った後でもリバウンドをしないっていうポイントです。目標は1ヶ月3キロ3キロで6キロ痩せるっていうのを目標にしたいですね。そうやね、いやでも10ぐらいいけたらまあ本当にだいぶ変わりますよね、見た目的には。いや10痩せたら本当に別人に、めちゃ今までも綺麗ですけどもっともっと綺麗になります。いや嬉しい。ダイエットなんですけれども、基本的には食事が 9.5 割、食事のコントロールっていうのがもうほとんどやっぱりダイエットの全てを占めると言っても過言ではない、これは残念ながらの事実。あとは、運動っていうのも、まあ、日常的な運動っていうのをしっかりと入れるっていう。なるほど。でウェイトトレーニングっていうのももちろんみんなするんですけれども、ウェイトトレーニングではあくまでもダイエットをすると体重をしていくじゃないですか。体重って体の中には筋肉と体脂肪ってあるでしょ。で、運動をしなかったら筋肉がどんどん落ちていってしまう。なるほど。筋肉も痩せちゃうというか、落ちちゃう。筋肉って体が、はい、めちゃくちゃこいつはガソリンでいうと廃油くんガソリンみたいなもので、すごくエネルギーを消費するのなんで、だから筋肉量が落ちて痩せやすいってじゃないですか。それと、だから筋肉があるとたくさんエネルギーを消費するってことなんですね。でも、入ってくるものがないと体どんどん死んで飢餓に向かっていくでしょ。飢餓に行くではイコール死でしょ。死にたくないからカロリー消費せんとこうってなるから筋肉どんどん吐き出されていく。なるほど。トレーニングとかをしなかったら確かに体重も落ちるんですけども筋肉もどん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 落ちていくで、筋肉を落とさないために筋肉の材料であるタンパク質をたくさん食べたりとか、
筋肉減らさないためにちゃんとウエイトトレーニング、重たいものを習慣をとって筋肉の質量を下げようしようっていうのがダイエットの筋力トレーニングです。なるほど。じゃあいたずらに体重をじゃあ何キロとか何十キロとか痩せるよりもちゃんと痩せて筋力は残したまんまの方がやっぱりいいっていうことですね。そうですね。だから代謝もちゃんとあの筋肉を落とさないようにしながらっていうんだったらウエイトトレーニングが必要ですし、でもその落とす作業っていうのはカロリーのコントロールになってくるので、うん、でも食事をコントロールするっていうのが大前提になってくるっていうところ。トレーニングはこっちで、一緒に頑張るとして、やっぱ食事のこの 95% はもう長谷川さんに頑張っていただかないとダメなので。はいはい大丈夫ですか？頑張ります口数少な声も小さいし、普段もっと喋るやんか。頑張ります基本的に僕このダイエットのピラミッドっていうのは、まあ、こういうのがあるんですけど、はい、すごくめっちゃ簡単に書いた図なんですけども、下から、一応 5段階のピラミッドになってて、下が一番、裾が大きくて上に行けば行くほど裾が小さくなってることは、まあ、下が一番大事っていうことなんです、ね、あ、土台が大事っていうピラミッドですね。そうです、はい、下に書いてるのがカロリーですね、なるほど。そう、あの摂取カロリーと消費カロリー、もうシンプルに食べたものよりも、消費したものが多ければやっていく。よくあのカロリー制限って言うじゃないですか。やっぱりそれが大原則、原理原則って言われてるぐらい本当に大事なことなんです。ちなみにどれぐらいのカロリーやったら摂取していいとか。ダイエットじゃあ1200から300ぐらい、ね、1日の摂取量が。じゃあカロリーさえ守っとけば何食べてもいいのか。長谷川さん好きな食べ物は白米。白米、じゃあ1300キロカロリーやったら全部白米食べといたらええんかったら、そういうわけじゃなくて、上にある PFC っていうのがあるんですけども、はい、P はプロテインって言ってタンパク質、 F がファットっていう脂肪ですね、脂質、 C がカーボで糖質って欲しいですね。でこの PFC バランスっていうのがすごく大事。だからエネルギーなんて三大栄養素って聞いたことあると思う。糖質、脂質、タンパク質、聞いたことあると思うんですけども、このエネルギーになるもののバランスもすごく大事ですよ。それはどういうふうに計算とか、カロリー、じゃあこれ、ね、タンパク質、糖質、脂質の割合が大体4対4対2、はい、へえ、思ったより糖質も取っていいんです。そう、糖質は結構あの糖質ってのはお米だけじゃなくて他のいろんなところにいろんなところに入ってるので。なるほど。まあじゃあ長谷川さんの、消費摂取カロリーが1200キロカロリーとしましょうか。大体はい4割をタンパク質で取るってなったら480と480と240ですね。240大体、バランス割合的な取り合いやってきます。だそのカロリーの取り方。そうです、そうです。ふぅなるほど。ちなみにこの480を計算する方法。あ、あります。タンパク質と糖質は 1g4 キロカロリー。はい。で、脂質っていうのは 1g 実は倍以上の 9キロカロリーあるんですね。はあ、じゃあエネルギーが大きいですね。そうそうそう、だから脂質って同じだけタンパク質と糖質と同じだから太っちゃうっていうのはそういうところが、そういう背景があります。でもこれをすると油って言われるものって思いがちですけど、特に女性とかだったらホルモンのバランスを整えば脂質だったりするんですね。で体から外部から身を守ってくれたりとか免疫作用を上げるっていうのも脂質だったりするんですよ。だから油を取らないと確かにカロリーを抑えられるんですけど、ゼロにすると体の機能自体を落ちていってしまうので、アーモンドとかのに入っている油はすごく質のいい油なんですね。アーモンドを食べたら結構満腹感じゃないですか。まあ硬いですからね。でよく噛むし満腹感も出るし、脂質も入っているから満腹感も出るから、で個数を選んで食べるといい油も取れるし満腹感も出るし、すごくいい。だから間食とかにおすすめです。おすすめのなんかその個数みたいな。おすすめの個数は、1日に20から30から。え、そんな食べるんですか。20から大体それをそれを小分けにするっていう。20ぐらいかな、大体。一気にドカ食いはダメってことですね。え、感触にすごくいいので、1日20から30をカバンの中に忍ばしておいて、朝ごはんとお昼の間とかに食べて、お昼とお昼と夜の間に食べるとか。ミクロって何なんですか。ミクロはビタミン2になる話だと思ってください。なるほど。
ほらまた難しいですね。これを減らしながらもこの部分はちゃんと取らないといけないと。そうそうそう、ビタミンミネラルって特にビタミンとかミネラルって体の調整薬って言われてるんで。そうですね。だからこれが不足してるとダイエットちゃんとしてるのにすごいなんか体体調悪いなとか、なんかボーっとするとかっていうのがあるので、ビタミンとかって体のエネルギーをうまく分解したりとかうまく消化を助けてくれたりするので、この PFC ちゃんと整えてもビタミンとかもうまく取れていなかったら、体にうまくエネルギー回らなかったりとか、まあ、ビタミンって何ビタミンっていっぱいあるじゃないですか。あるある、うん、野菜とか野菜とか、まあ、野菜もそうですね、野菜から取ると、野菜から一番大事なのがここなので、だからそう、あのぜもちろんね全部やるっていうのはすごく大事なんだけども、じゃあ優先的にどうするってなった時にやっぱりそのこのこれを見てどこを取るかっていうのはちょっと決めた方が、特に個人的にはこの2つをしっかり整えるっていうのはやっぱり大事。なるほど。でちょっといい言葉しますけど、ここ足りひんからサプリにちょっと頼ってみようかなっていうような、なるほど、形にはなりますね。そのピラミッドでいうとサプリはでももう最終手段ぐらいに、そう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 、来た方がいいってことですね。結局タイミングとか回数っていうのが、結局食事をすることによってもカロリーで消費するんですよね。食事したら熱くなったり汗かいたりするしますね。だいたい食べながらエネルギー消費したりするので、食べないっていうのが良くないよってのはそういうこと。食べることに食事をするときに発生するんですね、エネルギーを消費して。だから長谷川さんには1日5食以上っていうのを、減らしつつ回数は増やす。そうだから、結構これしんどくって、ここの言ったらいっぱい食べられる、5回食べられるラッキーじゃなくて1200を5回に分けるっていうのが、バトンミルってやっぱり体のタイム大変なのがあると思うので、なるほど、体の代謝もあるし体調もあるので、特にダイエット中のお水不足すると本当に体調悪くなる。なるほど。でももうジュースとかは持ってのほか、ジュースは絶対ダメですね。なので、今日をもってスタートはいしようと。はい、分からんかったらまた高野さんにちょっと LINE で聞くとか、そう、これ食べてもいいかなとかっていうのを、食べてもいいかなっていうと、これどうかなっていうのがちょっと気になることになって、自分なりに調べたりとかして、それで分からないなっていうのを聞いてもらって、むしろそうやって放置するのが一番良くないし、うん、また食ったやつを送ってもらおうか、ほんなお尻引いて1、そうです、ちょっと落ち、これ、これ、そう、はい、あげます、あ、1、はい、結構、あ、なんか、はい、運動してんなって感じ。ゆっくり下ろしましょう。ローく下で止める、前をして4、1、首うなだれないよ、ちょっと首うなだれないよ、ちょっと本を見せる、あー、よして、なんかさっきのベンチも効いてるんですかね。効いてます、効いてます。4、1、9、息吐いてストップ、アイラスを息止めないでよ、ラスト1回です、頑張って、10、ストップ、はい、帰ってきて、はい、オッケー、しまった、はい、オッケー、お疲れ様でした、ありがとうございましたこんだけ筋トレしてもお酒飲めない。はい、お疲れ様でした。いやー、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ引き続き長谷川さんは定期的にここに来て、はい、指導を受けて、動いてもらいます。はい、ラジオはトレーニングの選手もあるので。あ、よかった。基本的にその日常的に有酸素運動の時間っていうのはもちろん取れたらいいんですけど。動く量とかっていうのを意識的に増やすとか、日常で動く量を増やすっていうところを、階段とか、そうとか、一息手前で降りて歩くとか、階段を上り下りするとか、エスカレーターエレベーター使ったりとか、はい、そういう迷った時は動く方っていうのをちょっと意識して、日常の活動量っていうのを動かすとこ増やすことが結構というかなりやっぱり大事。わかりました、うん、そういうところちょっと意識してやってください。はい、はい、頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。